はい。で、まあ、ちょっと後半戦、席替えもやったことですし、今度はですね、ちょっとこういうカメラ、まあ、もう埃だらけのになっちゃいましたけど、ローライのですね、SL35E っていうのの、ジャンク品が出てきましたので、ちょっともう本当バラすだけシリーズ。なんかもうちょっとベタベタしてるんですけど、行ってみたいと思うんですが、このちょっとですね、変わったカメラです。これ別に変わってるっていうのか、もしかしたらこれが正常なのかもしれないけど、シャッターの普通メカニズムがこう寄ってるんで、カメラってこう左にどっちかというとレンズがこう寄ってるんですが、まあ、これはですね、ほぼドンピシャがやや右ぐらいにこう見えるような、まあ、ほぼ対称になっているような形で、まあ、それはちょっと縦走りシャッターなんですけども、コパルとか使わないで自社の開発の、使っているカメラであるのと、まあ、非常にですね、この中のファインダーのスクリーンが、ちょっと、変わり種のですね、スプリットイメージじゃなくて、ちょっと面白い形のですね、のがついてるんですが、それについてですね、ちょっと昔本読んだなと思って、ちょっと引っ張り出してきたのがですね、小倉先生の、もう長年見ましたが、現代のカメラとレンズ技術、写真工業の連載のやつにですね、このローライの、ファインダースクリーンのですね、ことが書かれていますので、まあちょっとそれをですね、ちらちらと見ながら、で、今ちょっと動画、ファインダー覗いてこうピントをこう送るとどういうふうにですね、動くのかっていうのをちょっと動画で撮ってみたのがあるので、今ちょっとさっきの iPad をループ再生してると思うんですが、ちょっと見てみたいと思います。出るかな？あ、出た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 。多分ループ再生になって、これ真ん中のですね、スプリットイメージがこう、縦のこの手すりみたいなやつのところにちょうど合わせて持ってきたんですけど、よいしょって回して、また元へ戻してってこう行ったり来たりしてる様子なんですが、ちょっとこれわからないか。もうちょっと長い焦点距離のレンズで拡大して撮んないとダメか。縦のレンズが、こうずれ方が、わかりますかね。こっちの、さすが小倉先生の説明の図の方が、わかりやすいような気もするんですが、ちょっと今ページを、絞っても使えるデュオフォーカス方式というですね、記事の紹介がありまして、ここの部分ですね、絞ってもデュオフォーカス方式という、ローライの、カメラなんですが、まあ、45度のプリズムじゃなくて、真ん中にですね、ちょっとかまぼこのような、レンズが入ってまして、ですから最大の特徴っていうのはですね、陰らない、45度のとか、スプリットイメージのある暗さ以上の暗いレンズになると、ドカンと、スプリットイメージのこの、なんか図がないかな。まずこう、斜めにこうなるのがですね、暗いレンズになると、この半分ボーッと欠けて見えなくなっちゃって、ピントが、合わせられないんですけども、まあ、これはそれがならないんじゃなくて、程度問題なんですけど、暗いレンズをつけていくと、こういう風に見えてるところが、だん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 左右から欠けてくるっていう風になるだけで、ピント自身はですね、さっきの一直線の棒がグニグニってなること自体は、見えると。で、このグニグニがなるときは、こういう風に、さっきのアニメーションというか、ムービーでご覧いただけましたかね。まあ、
これでですね、実際どの程度の程度になるのかとか、45度になってると、直角に交わるよりも精度が出ないよとか、まあ、いろんなことがこう、結構学術的にですね、書かれていまして、さっきの動画が一番わかりやすいのはこういう前ピン、ピンとぴったり、あとピン。まあ、こんな風にですね、動きますよと、いうのが、紹介されていて、ほほさすがローライオリジナリティがすごいなとは思ったものの、まあですね、精度としてはどうなんでしょうというところなんですが、まあ、それはですね、もうバラしてみるも何も、完成したカメラで、実際に撮ってみて精度が出るかって話なんですが、まあ、せっかくジャンク品が手に入ったので、まあ、ちょっとバラしてみてですね、シャッターの辺までたどり着ければ面白いかなと思って、持ってきました。これ、電子制御のシャッターで、確かですね、一定のスピードで切れると思ってたんですが、うんともすんとも動きませんので、まあ、しょうがないかなというとこなんですが、まあ、とりあえずですね、バラすだけバラしちゃいましょうというところで、シャッターユニットがですね、結構特徴的、ユニットになってるのかどうかわかんないですけど、面白い動きの縦走りシャッターなんで、そこまでたどり着ければ、お？いきなりの難関。逆ネジじゃないよね。なんか自分で塗装したりしたのかな、前のオーナーが。なんかちょっと変な、改造カメラ見たくなっちゃってるんですけど、こう要するに何て言うんだろう、コパルとかの縦走りっていうのは、こういうふうな、バーが伸びてて、こういうふうに、車のワイパーみたいになるんですけど、まあ、それが片方から出てるので、こう広がっちゃうんですが、ちょっと違う方式になってるよっていうんで、まあ、ちょっと一時期有名になったんですけど、え？六角って止めた。ナットで、これってオリジナルなのかな、修理入ったのかな、ちょっとわかんないですね。そこのシャッターまでたどり着ければいいのになぁと。ですが、これだ。どうなってんのこれ。これかな。タッチでいけますかね。え？なんか今取れたってよりはもぎ取れたみたいな感じに。これ直して使う、
やっぱネジですね。ことはないと思うのですが、そうは言ってもあんまりね無茶無な外し方しても。なんか外れない。おお、簡単に外れた。ん？これはな、これは何の動きを伝えてたんだろう。何の動きだったんですかね。あ、クリックないんだこれ。これはここなんか取れるのかな。あ、マイナス。これあのス。諦めてるときに開いちゃうんだったかな。なんかでジャンプだっていう。もうね、もうどんどん行きますかね。取れんのかな。あ、上にも。よいしょ。これはまあ接眼レンズが取れちゃう。結構固くついてるけど。ローライマウントのレンズちょっと持ってないんで、さっきのレンズもあのここになんとなくフランジバックが近い M42 だったかなんかのレンズ2個だったかな、あのこうピタッとくっつけてこうやってみて動画撮っただけなんで、カバーが手こず。いやーこれか。お。あ、シャッターが押しっぱなしになっ。これはレリーサーナだ。あ、シャッター取れ。これはちょっといきなりハマりそうだぞ。これあれ取れない。
シャットダウンとかポカポカしてるもん。外すだけで やっぱこの辺でなんかつながってるなぁ。ありゃまいった。ベタベタしてますけど、あら、困ったな。このシャッターダイヤルが取れないと。ないな。ネジの外しをするはないし、いきなりのブレーキ。ちょっと壊しちゃう。まあ壊しちゃうんだから。壊してるんですけどね。こんなとこでも撮ってみますか。プラスチック、プラスチックしてるこの部品をどうやって取れっちゃう。すごいまさかだけど、このシャッターダイヤルがこう回ったりなんかして、そんなことって、あるかな。
そんなことってあるかな。あったりなんかして。マジかよ。お本当？ここはなんだ、カニメか？ん？マジっすか？これはこの辺でいけそうかな？取んなくていいですね。あの分解する人のためにと、こんな薄いアルミで取ってたらもう絶対元戻らないですよ、これ。これも単なる飾り。お。あ。さっきゴリゴリ無理して回したから ここが寝ちゃって、これはいかんですね。ああ、だからガチャン、カチャン、カチャン、カチャンって落ち込むときだけここがロックがかかって、あとはフリー回転なんだ。だから A、X、B ってとこだけロックがかかって、あとはフリーに回るっていうのが、このロックを解除するのが手前のあったやつですね。そういう仕組み。俺今無理やり回したからこれが、ここ寝ちゃったけど、またこうしとけば、何回もやると折れちゃうと思うんですけど。そして、これ、これ、あ、取れてる。ん？これか。この緑のこれはこう残りますよね。うん。だスイッチ。あ、でもこれ、ずし。すごいですね、この、さすがにこの、なんていうの、金属のあれは、厚みがな、これ1ミリぐらいあんな。すげえな。っていう、に、比べるとこのシャッター台なんか、これたらのなんか、もうで安いプラスチック。まあ、だから、ちぐはぐなところが、なかなかセロテープで、これ、止めてるだけだし、ちょっとこう、あ、なんだろ、コストダウンのために、試行錯誤して、なんとなくうまくいかなかったみたいな、あれなのかな、シンガポールですよね。うん。メイドインシンガポール。で、まあ完全に停止しちゃった。この遮光板。ね、シャッター側に、お？あれが、光が回らないように。そうするとやっぱりあれか、前からあと外していかないとかな。いい、はい、さっきのこれどうなって、いいっすよね、もうね、よいしょ、ちょっとこれ取んない、ちょっとまで見たいなぁ。
なんだろう、このニコンかなんかの、なんか、あの、グラグラしちゃってる。あの、ストラップの、かな。これはこれでまだやったら緩いんだよな、この両面。底蓋ですかね。この辺のネジは何なんだこれ。これもすごいな。寿司。慎重に。これなんかシャッターチャージなのかな。あ、これで電気のシャッターなんですね。こう引きつけておいてポンと離すのか。そうするともう、これちょっと前チャレンジ。でかいな、マイナス。なんでここだけ急にマイナスになるんだろう。ちょっと不思議な感じがしますが、じゃ取れないよね、絶対。このなんかこの、これ、ここにもなんか車高があるけど。これとこれ。これは回避してるな。なんか落ちてきました。これ。プレートが乗っかってるわ。やらしいな。
なんでこんな左右からプレート入れる必要あるんだろうね。意味不明。ネジあるよね、これ。どこにネジがある？どこかネジないか。おや。内側は何個で止まってんの？まあやっぱり4つで止まってんのが普通に考えれば普通でしょうからね。電気回路は保護する、ここにこう皮は貼らない、ないですからね。そういうためのそれ絶対この辺にあるはずね。自分やっぱりそう、もう両面テープの糊が埋もれてしまってネジの形に見えた見えた、うん、よしよし、はい、そしてそしてこれはフレーキをくっすり取らないと無理か。シャッターがこれシャッターがミラーボックスの後ろについてくるんだ。ボディ側にシャッターが残るんじゃないんですね、どうも。これはなんか変身ビスト。きっと違うかな。多分ストロークを。調整して。ねえ。
やっぱかなり左右外さないと無理ってことかな。基盤は、基盤、うわ、緩み止めが、わっしゃ、すごいな、これ。アースを取ってんのかな？このとこにわっしゃつく。これは何だ？お！針金のシーリングっていうのかな、これ。シーリング。よいしょ。おー。ブラシで擦ってこれ、抵抗がずーっと変化して、ここはなんだっけ？アーサー感度？アーサー感ですね。変化する。これはちょっと切らしてもらおう。そうすると、どうじゃい？この辺どうじゃい？この辺のフレキ全部切っちゃいますか。ちょっとね、かっこよくないけど、LED がこんな感じ。セルフタイマーかなんかなのかな。これを利用してこう配線をまとめる押さえ金具にもなっている。お、そうすると、これは何かのセンサーですね。センサーというか、スイッチカチカチ。シンクロかな？こんなとこに出てくるの？そんなわけない。ドライバー落ちちゃった。いや、シンクロっぽいですね、これ。ちゃうかな。これ、ここがシャッターの一番外側。けど外れない。電池室が引っかかってるか。
でかいんだ、これ電池が。深い。こんなありますね、電池。こっちはモータードライブの蓋だ。この電池は厄介だな、これ。細いドライバーじゃないと。ありゃりゃ。タミヤのこの、なんか、ドライバーいいんですよね、これ。でも硬い。あまりにも硬い。動かん。なんでこのネジこんなバカみたいに硬いのこれ。接着剤が入ってる。電池が入ってた。4SR44 だ。これは、でも、これが、縦に入ると。そうすると、ここが邪魔するものはなくなり、っていうわけじゃないのか。もう、いやー、この土台全部通んなきゃ取れないか、これ。修理なんてする人すごい大変。これは何？なんかある条件で抜けるんじゃないの？やっぱこう全部取るんだこれ。いやー、こら大変だ。この
なんかこのナットの使い方面白いよな。あ、痛い痛い痛い。これなんかやっぱりシーリングじゃないこれ。あ、ここシーリングですね。フィルムカウントはバネピヨヨヨヨヨ。はい、これ関係ないね。これ関係ないね。そっか、これシャッタースピードの変化もこう抵抗が連続して変わるからクリックなくてもいいんだ。だからあの1000分の1秒というのは1000分の1秒付近っていう目安であれ別に関係ないんですね。漠然と切れるだけ。完全無駄。ああ、ここにあれだ。紐だ。ひえ。露出系が、連動のあれが。これはしかし絶対元に戻りませんね。こんな仕組みはすごすぎだわこれ。恐ろしい仕掛けになってるな。こんなの絶対組み上げらんないよ。ギアが噛んでるな、結構。これ？いやー、わかんないけど、なんで抜けないんだろう。
無法？かしめてあっても、これが取れないと、修理できないよな。ここに引っかかってるのが連動、シャッターボタンとこう連動させるような。これが抜けて、こいつがやっぱこれがポンって取れないとおかしいよな。ここで連結が外れて、下の歯車との連携がこれで立たれてですね、これはまあ紐通ってるからしょうがないけど、ああ、そっか。バルーブと X と A 以外は完全電子制御だから、別にシャッター台の位置をここに加えなくてもいいんだ。た人はすごいなですね。こうシャッターがこっちにこの連動と、ここにピンがさっき出てましたので、それで上と下が動きを伝えつつも分離でき、配線のハンダはまあちょん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 外して組んだと思います。こっち側についてるシャッ、なんだこのスプリング。お、ミラーチャージ。このシャッター。もうすごい紐で何の動きをしてる。これはどっちからついてるんだ。この辺にビスがあんのかな？なんとも不思議な。バカでっかい玉っこらどっから出てきた。さてさて、
この車庫、ああ羽がこれいきなり見えちゃうんだ。これがまあ見たか。こういう動きですよ。だから左右均等じゃないけど、こんなスペース食うのかよって、逆にね。要するにこのアーム、コパールシャッターとかセイコンはこれがこうなってて、こういう風に羽があるのがこうパタ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 っておりこう重なっていくのが、なんて言ったらいいんだろう、羽自身がこのなんて言うんでしょう、クランク機構の一部になっているっていうのかな。あの車高のコパロとかセイコは車高のために羽が、くっついてくるんですけど、それは別にただ塞いでいるだけで、理学的なことをやってないですよね。こういう動きですね。後ろはこれか。ということは、シャッターをチャージすると、こういう動きですね。やっぱりまっすぐ動くわけじゃなくて、やっぱこうなってる、こういう動きですね。やっぱかかっちゃった調子が、ああ残念、ああかかっちゃった、動かなかった、先膜だけ引っ掛けちゃったからまずいか、これ。まぁ、ちょっとですね、こういう、ローライナーの、シャッターになってました。まぁ、あれもう時間が随分過ぎちゃったんで、まぁ、もし綺麗に外せてまたこんなユニットになるって言ったら、ちょっと、次回までにご報告しちゃってますが、まぁ、さっきのフォーカーシングスクリーンの特徴と、この、シャッター、独自のですね、シャッターユニット。これがまあ特徴のローラーでございました。ちょっと時間が押してしまって、なんか、いつものごとく支離滅裂ですが、はい、あれあれ、ずるずる時間を押した。はい、ということで、ローライ編でございました。はい、どうもです。